81番目、平成19年、寝定当権からの問題ですね。では早速やってみましょう。 はいえー、本文の正解書に関しましては、これは罰という、ね、ことになります。えー、この問題も、あのいわゆる、ね、定当権の、ねまあ、特徴をです、ねまあ、一応問題にしているわけですね。あのまず、元本が確定する前にです、ね、この元本が確定する前に、まあ、再建譲渡を、ね、したと。 いうような場合ですよね。この B 信用金庫からですね、この非担保債権の範囲に属する個別債権の譲渡を受けたものとにあります。いわゆる債権譲渡が、ね、なされているわけなんですよね。えーまあ、確かに確定日付ある証書で債権、まあ、譲渡ということになってまいりますと、まあ、これはね、債、ま、権、あ、譲渡としては有効といえば有効なんですけども、あの問題文にもあります通り、まず解説にも、ね、あります通り、 まず元本確定前の値定当権のこの特徴といたしましてはね、ねこの債権譲渡を行った、ね、この個別債権を取得し,たもし,て,しても、ですねいわゆるネテトねこれを取得することができないということになってくるわけですね。ですから、この個別債権を取得したもの、まあ、結局、値定当権を行使することができないということになってくるわけです。まあ、これは、ね、いわゆる不自由性、追、まあ、反性なんていうね。 言い方をしますけれども、えー、まず元本確定前の帝、ね、統権のには、ですね、いわゆる通常の普通定当権とは違って、えー、こういった不自由性、随伴性がないと、でいわゆる、ね、定当権も一緒にくっついていくわけではないという、ね、ことになってくるわけですね。えー、ですから、本文は×ということになります。で、えー、では以上です。